皆さんおはようございます、はい、おはようございます。そうだ老子に聞いてみようの時間です。そうだ老子に聞いてみようは仏教や禅についてはたまた日々の子育てや家族、仕事、人間関係などについて皆さんが日頃気になっていることをご質問していただき、そちらに対して横田老子なりのご意見をお伝えさせていただく番組です。 YouTube 越しではありますが皆さんといろいろなお話をさせていただければ幸いです。横田老子、今回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、4月の春休みのことですけれども、健六郎くんですか？ものすごい小学生とは思えないようなあの佇まいのしっかりした小学生の方の YouTube を拝見しましたけれども、すごいですね。びっくりしました。いや、木村さんもはい、ご覧いただいたわけでございますか？もちろんです。いや、はい、それ入りましたね。いや、私も驚きましたですね。もう驚きの一言ですね。何に驚いたかというと、こんなによく自分に似ているのがいたのかという、こういう驚きですね。はい、私はね、まあ希少価値だと思ってたんですね。そんなにこんな人間は滅多にいないと思ってたんですけれども、いたんだというこういう感じではいたですね。満2歳の時に、私は祖父の死についてでありましたけど、健六郎君は、満2歳の時にひいおばあさんですね、はい、祖母ですね、おばあちゃんっておっしゃってましたね。そう、おばあちゃんですね、祖母の、はい、死、その葬儀、そういうところから仏教に関心を持っていくとですね、まあでもね、私も松原泰道先生に手紙を書いて会いに行ったのは中学生でしたからね。ああ、そうですか。これは今度は小学生でしょ。そうですね。彼はちょっと一枚上かなと思いましたですね。はい、まあ、こういう YouTube で法話が聞けるという時代もありますかね。そういうことですね、はい。まあ、あの子はそのね、その本を読んで延命実行観音経というのを知って、それで検索をかけて私の動画にたどり着いて、見るようになったっていうわけですからね、はい、いや、まあ、感動の出会い、驚きと感動でしたですね、はい。まあ、でもああいう子がいるということを思うと、まあ、日本もそう暗いだけではないんじゃないかなという気はいたしましたですね。本当ですね。未来は明るいなって私も思いました。ね、ゲームやんないって言ってましたもんね。本当に。だからやっぱり姿勢がどうしてもゲーム等々やってるとどうしても前にかがんで視線が悪くなってしまいますからね。姿勢もいいし、受け答えもハキハキしてるし明るいし、まあ、ですからああいう子供がそのまますくすくとこう成長していけるようにね、まあ、見守っていくというのが私たち大人の務めじゃないかなと思いましたね。そうですね、はい、どんな人間になっていきますかしらね。まだ分かりませんけどね。ひょっとしたら構想になるかもしれないし、はい、楽しみですね。はい、ありがとうございました。ご覧いただいて恐縮でございます。どうぞご視聴いただいている方で、知らないなっていう方はどうぞYouTube の中に、ございますから、まあ、対談シリーズの番外編でございましたですけどね、ご覧いただけたらと思います。はい、ありがとうございます。では、今回は第3回目になりますが、早速たくさんの方からご質問を寄せいただいてます。今回はラジオネーム子犬さん、東京都在住の50代男性からのご質問です。読み上げさせていただきます。幼少の頃から禅に親しんでおられると思いますが、故事究明について現在に至るまで深まったと言えるでしょうか？それともやればやるほど分からなくなるという印象がありませんでしょうか？自己についての探求を進めていく在家の人間にアドバイスをお願いします、ということです。子犬さん、ありがとうございます。故事究明ということで、まあ、自己とは何かを極めていくこと、まあ、お坊さんではない在家の方ということで、はい、ご質問がありました。横田老子、いかがでしょうか？はい、はい、故事究明って言うんですね。まあ、これは己という字と事という字、
それに究明していくという字をこう書くんですが、己のことを究明していく、この自分自身というのは何であるかを究明していくという、こういうことで、それが禅の修行の一番中心、中核となることなんでございます。我々は学校でいろいろ勉強すること、あるいは本で学ぶことのほとんどは自己以外のことだと思いますね。この社会の仕組みであるとか、数学であるとか、生物理科、おおよそこの自分以外のことを勉強するんですが、一番知らないのはその当の自分、この自分とは一体何であるのかということをこう極めていこうというのが禅の一番大切なところなんですね。この自分っていうのは確かに何でしょうかしらね。なんて言うんでしょうかね、ある方からそういうワークというんですかな、あなたは何ですかということを質問を繰り返していくというワークをね、なんか教わったことがありますけどね、はい、あなたは何ですかと最初は名前ぐらいパッと言いますよね。で、何ですかと、いや、どこどこの生まれですとかね、どこどこの学校出ましたとか、こんな性格ですとか、今こんな仕事やっていますとか、いろいろこう言うんで答えていくんですけれども、10ぐらい10、20も言うとだんだん困ってくるんですね。そうですね、だんだんこの私は一体何でやろうかなということは、はい、何でしょうかしらね。やればやるほど分からなくなるという印象がありませんでしょうかというですね、それから深まったと言えるでしょうかというこの2つの問いかけですけれども、これはね、同じだと私は思っているんです。深まれば深まるほど、やればやるほど分からなくなると、やればやるほど分からなくなることが深まるということだとこう思うんですね。この質問が2つに分かれているということは、深まるということとやればやるほど分からなくなるということは別のことのように、こうこの質問を見ますとね、あ、そうですね、感じますね、はい、私はね、これ同じだとこう思ってるんですよ。やればやるほどこう深まるということと、やればやるほど分からなくなる、そうですね、そうですね、なんかやればやるほど深まるというのは、まあ、一般的には分かるような気がするんですけれども、そうですね、分からなくなるっていうのはこれはどうですかしらね。なんかやっぱり深まるっていうと分かってきたというか、なるほどね、はい、あ、なるほどね、一般的には割とそういう捉え方をするかと思うんですけれども、なるほどね、まあ、それがまず問題であると私なんかは申し上げたいんですね。なるほど、はい、これはね、ひとえに、まあ、学校のせいだと私は思ってるんですけれども、学校に行ってると分かりましたというといいですと、結構ですと言われますし、分かりませんと言いますとですね、それは分かるように努力しなさいと、だから分かるということが、まあ、いいことで、分からないというのはまだよ、その反対ですね、そういうふうに思われてますですね。いくら話を聞いても分かりませんというと、なんだお前はって言って叱られそうな気がするんですけれども、この分からないことの方に私は大きな価値があるんじゃないかという見方をしたいんですけどね。もう何十年も前の話ですが、新聞の記事で読んで深く印象に残っていることがあるんですが、将棋の名人と囲碁の本因坊とがこう対談をして、で、記者の人がですね、その対談を設定した記者の人がそれぞれに、もし将棋の神様、囲碁の神様が100のことを知っていたとして、名人、本因坊それぞれはその100のうちのどれぐらいを自分は分かっていると思いますかとこう質問したんですね。面白い質問ですね。ああ、そうなんですね、はい、そうしたら、どっちがどっちだったかな、将棋の方の、まあ、名人と言われた方の方は4と書いたのかな、あ、100のうち4ですか、名人と呼ばれる方でも4、囲碁の人は6って書いたのかな、なるほど、うんうん、でそれでその新聞の記事には、
まあ、その名人とか本因坊とかと言われると、その道の頂点に立っている人が、そうですね、その4か6あたりのところで競り合ってるんだと。ということは95は分からないっていうんだと。私はね、これが素晴らしいなと思いましてね。というのは、その名人の名人たるは自分には分かっていないところが 95% もあるということを知ってるわけですよね。あ、これがね、ほとんど自分は分かってるんだとか、はい、いや 95% は分かってるんだという人とどちらが深みがあるかというと、こういう感覚なんですよね。うん、そういう、そう、なるほど、ね。まあ、今これも何十年も前の新聞の記事ですから、今はですね、その後 AI も発達してきましたから、あ、今の藤井さんなんかはもっと分かってるのかもしれませんですけどね。でもそういう分からないことの方がこう広さ深さがあるというのかな、あ、その方が素晴らしいという感覚を持ってるんですね。例えて言うとですね、まあ、たまによそに出かけると、まあ、ホテルに泊まることは多いんですけれども、温泉のあるとこですとね、はい、大浴場がありましてね、あ、やっぱり大浴場に入るってのはなんであれいいんでしょうかしらね。何ですかね。自分の体にお湯が浸かってれば、はい、これは物理的に問題ないわけでしょうから、うん、それは部屋の中の、あのバスタブって言うんでしょうかね。そうですね、でお湯に浸かっているのは自分の体が浸かればいいわけですから、はい、それは同じはずなんですけれども、うん、しかし人間は大浴場に浸かってるといいなと、こう、あれ何でしょうかしらね、思いますね。不思議ですよね。開放感がありますね。開放感よね、はい、それからお寺の建物なんかそうですけれども、やっぱり天井が高いのよね。天井なんか別にね、自分の頭のてっぺんが天井に当たらなきゃ、当たらないだけの高さがあれば本当は問題ないんですね、うん、でもそうかといって頭の上にギリギリに天井があると人間はやっぱり窮屈だし、でそれがお寺の本堂のように高い天井があると、こうなんか今言われた開放感ですね。そうですね、同時に安心感もあるような気がしますね。そうそう、安心感、そうなのよ、はい、ましてやそれがもっと吹き抜けだったりすると、もっとこの広々とした感覚がこうするんですよね。ですからそういう点からどんどん広げて広げていくと、海に行くんですよね、うん、それは夏になるとみんな海に行ったりプールに泳ぎに行ったりしますけども、それは家の中で、家の庭で、なんすかね、ビニールのプール膨らましてやったって、ね、それは自分の体が水に浸かるという点では原理は同じなんでしょうけれども、広いプールの方がいいし、もっと言えば大海原にこうポカーンと浮かんでたならば、この大いなるものに包まれている安心感と開放感に包まれるんじゃないでしょうかしらね。でもそれはこれが小さなバスタブであれば、これは何センチ誰が作った全部分かってます。でも海はこれはどれだけの広さかっていうと、これはまあ分からないではないんでしょうけれども、限りがありますからね。でもほとんど我々は想像もできないほどの広さと深さでしょうね。そういう想像のできないような、分かり得ないような広さ深さの中に包まれていると、これが分からなさのこう深さというのかな、そっちの方が深いとこう思いたいんでこうございますね。特にお互いの、まあ、自己とは何かということを極めていくことは命の問題に触れていくことそのものになるんですが、はい、でこの命はどういうものかというと、まあ、これこれこういうものですというふうに、数式で表すことができたり言葉で表現ができるものではなくして、そんなものでは表せない、伝えることもできないほどこう素晴らしいものだというですね、うん、
こういう意味でのわからなさの素晴らしさなんですね。それでね、禅の話にこういう私の大変好きな話がございましてね、はい、我々の禅宗というのはダルマ大師が最初ですね、ダルマさんが、はい、がいらっしゃってダルマさんがインドから中国に見えて、これが初代で、2代3代4代この6代目という方が大変に優れた方で、この6代目恵能という方なんですが、この方の推し、この方の代になって禅の教えというのが一層はっきりして発展をしていくんですね、はい、その系統から我々の臨済という方も出るんですけれども、その5代目から6代目と禅の教えが伝わっていくんですが、その時にこの5代目の五祖というんですけどね、5代目の祖師と書いて五祖、この五祖禅師のもとには何百人もの お弟子たちがいたと。そのお弟子たちは皆よく仏法を理解していたと。しかし一人、六代目のお継いだ恵能のみは理解をしなかったと。そこでこの恵能に五代目の教えは伝わったんだという言葉がですね、壁岩録にあるんです。だから多くの人たちはいろいろ勉強してこういうものだと分かると、分かるということはこれは自分の価値観なり自分の考えなり自分で言語化して頭の中で理解できる限定されたものにこうなるんですね。で、六祖が、六代目の六祖が分からなかったということは、そういうものをはるかに超えたものだということをこう感じたというか気がついていたというところじゃないでしょうかしらね。ですからね、これ分からないことはよ、素晴らしいというふうになっていくといいんじゃないかなと私は思ってるんですけどね。というわけででしてね、この深さがより深まっていくってんでしょうかね。だからそれは分からない方がいいんじゃないでしょうかしらね。坂村新民先生にね、こういう詩がある、ね、深さという詩です。これがいい詩でね、海の深さは測ることができるが愛の深さは測ることができないというんですね。これのがいいじゃないですか。私はその親の愛情なりね、このどれだけの愛情か、それはこの程度のもんだと、これだけの愛情を受けましたと言って数式化できてですよ、言葉で表現できて本にしたものよりも、私は計り知れない愛にをいただいて今いるんだというこの感動の方がですね大きいじゃないですか。こういう感覚なんですよ。もう計り知れないこの素晴らしいこの海に浮かんでいる、その海を私たちは仏心とか仏様の心とか仏様の慈悲、仏様の愛の中に自分はこう浮かんでいる、育てられている、生かされている、そういう感覚なんですよね。ですからやればやるほど自分の分かっていることが、さっきの将棋の名人の話じゃありませんけれども、100のうち4かどころじゃなくして、まあ、1000分の1、万分の1かなという感じがますますしてくるんですね。という、その自分の分かっていることが小さく小さく感じれば感じるほど、それは逆に自分には気がついていないものがもっとあるんだということへの気づきにつながっていくんで、ですからね、やればやるほど分からなくなることは、やればやるほど素晴らしく楽しく、そして安心感があり、ワクワクしながら学んでいけるという、こういう感覚なんですけどね。素晴らしいお話ありがとうございます、なんかわからないっていうと、やっぱり学校教育の中ではわからないイコール苦しみっていうような、そういう考えが植え付けられてますけれども、やっぱりわからないことがこれだけたくさんあって、その大きなものに守られて生きているんだって思うだけでワクワクできるということですね。その通りなんですね。本当に、でもそういう中にみんなが生かされてるんでしょうけれども、なかなかこう気がつかないって言うんでしょうかしらね。それで自己とは何かということを見つめなさいと、そして見ていくと
そのこれが事故だというこうなんていうか特定されたものがあるのではなくして、ただその大きなものの中に生かされているんだという、そういう、まあ、実感というんでしょうかね、感動だけがこう得られるという、そういう感覚なんですよね。これはね、あのお坊さんであろうと一般のご家庭で暮らしていようと全然関係ありません。だってその人間の命はお坊さんだから特別の命じゃないし、一般の仕事をしてるからその命に違いはありませんから、誰でもその気がつくことはできるはずなんです。ただあんまりね、その書物なんかを読んで分かることばかりを増やしていると、これはねなかなか気がつきにくいんです。ですから時にはまあ書物を閉じて自分の呼吸を見つめたり、自分自身を見つめるというのはそこなんですよね、はい、そうすると大きなものに抱かれていることに気がつくということはきっとあるはずです。はい、そう思ってます。やっぱり自分の呼吸が一番近い自然というか、そうなんですね、さすが木村さんでございますねその通りなんですね。呼吸をしているのは誰かというと考えると、本当になんか大きな大自然の働きのようにしか思われないんですね。あれ 波打つ数と呼吸の数は一緒なんだっていう人がいましたけどね、それ本当かどうか私は確かめてないから、うーん、まあ、時には違うんじゃないかなと思ったりしますが、でも同じような大きな大自然の営みだということは言えるんじゃないかなと思いますね。そうですね、まあ、あの書物で読んでなんかこう行き詰まった時はやっぱり自然の近くに身を置いてみるっていうことで、その安心感みたいなのを感じられることもあると思うので。あ、そうですよね、そう、自分で座るっていうこともいいですし、そういうこの計り知れない大きなもののそばにいるっていう、計り知れないものっていうとね、私一番いいのは風だと思ってるんですよ。あ、風は寸法測れませんでしょ。これはね測れないんですよ。何が風ですかって言われても、いやこれですって取り出すこともできませんしね。あれは風っていうのは魅力がありますね。あ、海だとね、海の近くまで行かないといけないですし、ね、山も ね近くだなければ、はい、窓を開ければ風は吹いてますね。そうですね、都会でも吹いてますよ ね風はどこでも、ね、はい、風に感じていただきたいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、まだまだお話を伺いたいところですけれども、時間が来てしまいました。これからも皆様からご質問を募ってまいりたいと思います。 YouTube の概要欄に詳細を記載しておりますので、ぜひお寄せください。皆様のたくさんのご質問をお待ちしております。それでは今日もありがとうございました。ありがとうございました。